おはようございます。3月23日朝5時26分の相場解説になります。まあ基本的に言うことっていうのは一方的に倍で入ればいいよっていうことは引き続きなんですよね。まあ125円までずっとまた倍に行けばいいんじゃないですか。まあ前回もね114円の時に120円までノンストップで倍ですよと。まああの市場介入でもねない限りね日人が介入してこない限りはこの円安はもう止まらないってことを話しました。 まあ、以前よりも、まだまだ円安になる可能性が高まってきましたね。で、こうやってね、あの、相場を見ていると、ドル円とか見ていると、まあ、本当にね、日本円がやばいなっていうか、有事の際の、あの、円買いっていう風にずっと言われてたんですけども、あの、世の中の状況が悪くなればなるほどね、まあ、ここのところ、円は売られていく状況に入ってますね。まあ、ですんで、日本円がそれほどまでに信用を失ってると。つまりは、日本円を、 使っている人ってのは世界中で1億人ぐらいしかいないですから、本来ね、日本円が強いわけがないんですよね。で、ドルってのは世界の基軸通貨で、今ますますドルにあのお金が集中してます。まあ暗号通貨っていうのもあったんですけども、結局やっぱりドルなんですよね。まあそういうことも考えていくと、あの、日本円しか使えない人ってこれから生き残っていけないと思います。特に日本円しか使わないのに、日本,日本円がね、稼げない人ってのは、本当終わりだと思いますよ。うん、これ全然ね、私が言っても、 あのバジ豆腐みたいな方ばかりだと思いますけどもお金を真剣に考えてるとヤバいってことに気づくはずなんですよ、まあ、ですんでね今の段階でお金が稼げないとかまとまった資産を持ってないのにのほほんとしてる人ってのは間違いなく生き残りません、まあ、ものすごくね力の強い人がそばにいれば大丈夫だとは思うんですけどもそういう方ってなかなかいないですからねまたそういった人とか企業にいつでも稼げない人は切られちゃいますんでご用心ください ということで相場解説いってみましょうこれはね今冷やしを見てるんですけども冷やしで線を引くとここですよねここを超えたところから大きくブレイクしてるでしょ、うん、で116円から一気に120円まで4円の差を取ることっていうのはまあなかなか私が相場解説していてもないとは思うんですけどもこの幅っていうのはね私の相場解説をこの1ヶ月見てる方は誰でも取れたんじゃないかなと思うんですよね これ1本が1日ですからねだから10日の間にこれが起きてるわけですよ10日ぐらいの間に10日っていうと結局ロシアがウクライナに侵略戦争を始めてねでファンダメンタルがきついから私は、うん、しばらく相場解説をしませんって言っていたあの2週間が終わってからですよファンダメンタルも積み重ねばテクニカルになるっていうことこれでよく分かったんじゃないかなと思いますで勢いがずっとバイの方であの 陰線がここの1個しか出てないでしょ。これ。しかも上下にヒゲ出してるから、うん、これはね、一旦休憩みたいなサインなんですよ。で、引き続き、こうやって倍のサインしか出てないですから、もう倍に行けばいいということです。で、ロスカットを食らって、このロウソク足が下に向かったら初めて、あ、別の展開が来たかなって気づけばいいわけですよね。その際は少しだけ経費を払うことになると思いますけどね。で、次4時間です。 はい、4時間。一方的に、バイの方に動いてます。ここを超えたあたりですよね。116円を超えたあたりから、一気にバイの方に入って、もうね、休む暇なしって感じです。たまにこうやってね、押し目を作ってくれるところがあるんですけども、こういったところを狙わなくちゃダメですよ。あ、押し目だっていうふうに気づかないとね、私の相場解説を見ていて、押し目が見抜けないっていうのはちょっとね、もう、何をやっていたんですかって話ですから、もう押し目がわからない方は、ぜひね、私の FX、 基礎講座の中級編を見ていいいたただきたいと思います押し目についてしっかり解説しておりますじゃあ次1時間見てみましょうかこれーっと見てるだけじゃ本当トダメですからねぼーとってあの悪い言い方しますけども私の相場解説見ていてもしくは聞いていてね稼げない特に半年とか1年間やっていて稼げないっていうのは単なる怠惰ですからねじゃあ今日はね怠惰じゃないようにしっかりとヒゲについてお話していきます まあ、ヒゲについての理解が進むと、本当に、このチャートっていうのはね、ローソク足っていうの見やすくなってきますからね。じゃあまずヒゲなんですけども、ここ行きましょうか。ここ。ね。このヒゲの意味ですよ。前回のヒゲの意味っていうのは、あの、上級の投資家さんが利益確定をバスッとしたんでヒゲを出したってことになります。つまりは、 こう120円に達したんで今までの玉を整理する一気に整理する全てのポジションを整理するから一気にねこのヒゲが出てくるわけなんですよでこのヒゲを超えたあたりでもう一回ヒゲが出てきますこれです前回ほど大きくはないんですけどもここでも多くの上級投資家さんがもしくは中級投資家さんになってきますけどね玉を整理したんですよでポジションが空になった状態ですで初心者の方はまあ ロスカットの方に入る可能性があるんですよね。うん。初心者の方はね、もしかしたらね、ロスカット食らうかもしれません。というのが、上級者の方が決済したところに巻き込まれてですね、今度は売りの流れの方にポジションを持っちゃうからなんですよ。で、こっちの方はまあ中級の方が多いんで、被害は少ないと思いますけどね。じゃあ今回のこのヒゲ、ここですよ。このヒゲはどういう意味を持つんでしょうか。まあ、基本的には同じですけども、121円に達したんで、やっぱり玉を整理したんですよ。 121円になったら決済しようと思っていろんなポイントでエントリーした方がいたんですねで上級者の方は決済がうまい121円だここで決済したんでヒゲが出たってことですねヒゲが見えるようにちょっと解放していきましょうかここヒゲが出たんですよでここは何かっていうとねこの下の方これはね売りで取ったんじゃなくってロスカットを食らった人が獅子類類なんですよ でロスカットを食らってるのを見て上級者の方がまたねポジションを売りで持った人もいますその人はこのヒゲでこのヒゲで決済してえー売り抜けましたねだから往復ビンタを成功させたわけですよここでちょっと待ってくださいこのヒゲで利益確定してこのヒゲで利益確定してって感じで上級者の方は両方取っているということですねでだんだんまた相場が落ち着いてきて今度は 今度はですね、上級者の方はこの辺りでエントリーすると思いますよ。バイの方でね。で、中級者の方は、うん、そうですね、このげ先、このげを抜けた辺りでエントリーするんじゃないですか。初心者の方は躊躇してエントリーできません。この動きは何だろうもしかしてもうすぐバイに向かうんじゃ、あバイからセルに向かうんじゃないだろうか、転換するんじゃないかなと思って、今エントリーしたら、なんか死んだけど、売りの方に向かいそうで怖いんですよ。で、こういう風な勝手なね、あの、 値動きを連想しちゃうんですよ、ね、まあけどねロスカットを食らって下に向かったんだらまだしもあのロスカットも食らってないし、まあ、そもそも今までずっとバイの方で一方的にかかっていたのにここでねバイ以外の選択肢を取っちゃうっていうのはちょっとまだあのー、今までの相場解説が骨身に染みてないかなってことですねご用心くださいということで引き続きバイで入ればいいんじゃないかなと思いますじゃ今日は以上ですね